この動画ではプロレススーパースター列伝で登場したプロレスラーの技を川島解釈によって格闘技や武術に応用したものを紹介します。スタンハンセンのウエスタンラリアット。スタンハンセンのウエスタンラリアットは他のレスラーのラリアットよりもプロレス技としての説得力ガールと川島は感じています。その理由の一つとしてラリアットの腕が観客の目に映る時間が長いが考えられます。ハンセン以外の多くのレスラーのラリアットは腕力に頼った打ち方です。腕力に頼ったラリアットの特徴は打ち終わりに腕が下方向に落ちます。結果ラリアットの腕と倒れる相手レスラーの体が重なってしまいラリアットの腕が観客から見えづらくなります。反面ハンセンのウエスタンラリアットは腕力に頼った打ち方ではなく腕を合体化した打ち方です。ちなみに腕の合体化は過去動画の大矢のマスタッツ正拳付きの解明って解説した剛腕とほとんど同じ理論です。腕の合体化によって放たれるウエスタンラリアットは打ち終わりでも腕が下方向に落ちないのが特徴です。そのためラリアットの腕と倒れる相手レスラーの体が重ならずラリアットの腕が観客から見える時間が長くなります。よってウエスタンラリアットは他のレスラーのラリアットに比べプロレス技としての説得力があり実際にも相当の威力が感じられるのです。ウエスタンラリアットの確認法。腕を合体化したウエスタンラリアットの確認法を紹介します。1. 腕の合体化。腕を横に水平に伸ばすラリアットの形にします。その形で拳を押さえてもらいます。まずは腕力で押してみます。腕力だけではびくともしません。次に腕を合体化します。簡単に押し返すことができました。2. ミットに当てる。腕の合体化を覚えたら次はミットに当ててみます。まずは腕力に任せたラリアットです。衝撃はミットの表面で止まります。次に腕を合体化させたウエスタンラリアットです。衝撃がミットの持ち手まで伝わることがわかります。 3. 人に当てる。最後に実際に人に当ててみます。とはいえ強靭な肉体を持つプロレスラー以外の人が実際にプロレス技の攻防を行うことは危険なので顔や首ではなく腹部で試します。まずは腹部に腕力に頼ったラリアットを当てます。腕がぶつかるだけなのでほとんど効きません。次に腕を合体化させたウエスタンラリアットです。衝撃が腹部内部まで浸透し効かすことができました。格闘技への応用。ウエスタンラリアットは腕を伸ばした状態で
大きな衝撃を伝えることができます。その特性をパンチに生かします。ラリアットはプロレスでは相手の正面から当てますが、格闘技では側面からぶつけます。このパンチを便宜上ラリアットパンチと呼びます。ボクシングテクニックでは側面から当てるパンチといえばフックです。そこでクックとラリアットパンチの違いを見てみましょう。少なくともフックの方が良いパンチに見えるでしょう。しかしラリアットパンチの方が内部に衝撃が浸透します。このようなパンチを実際の格闘技の試合で示した空手家がフランシスコ・フィリオです。 K-1 の試合では一見手打ちに見えるパンチで KO 勝ちを重ねました。しかしフィリオ選手はその後ボクシングテクニックの練習を積み重ね、ラリアットパンチのような打ち方が見られなくなりました。その結果実力の安定と引き換えに KO 率が低下したように思えます。当時はボクシングの価値観では手打ちに見えるラリアットパンチの有効性への理解、そして再現性がなかったためだと思われます。武術的視点、ラリアットパンチは格闘技の試合ではカウンターとして使用すると有効です。しかしカウンターではなく先に仕掛ける形で放つと拳が後頭部に当たることがあります。格闘技の試合では後頭部へのパンチは反則です。しかし喧嘩のようなルール設定がない局面ではむしろ有効と言えます。この時の打ち方は極真空手の基本で行われる裏剣回し打ちであり、大山増達総裁が得意とされた技術です。まとめ、プロレスはいわば格闘エンターテインメントであり、格闘技とは異なる性質です。しかしプロレス技の全てが格闘技で使えないわけではありません。プロレス技の中には格闘技用に変換することで格闘技の試合でも大きな威力を発揮できる技がいくつもあります。またプロレスだからこそルール制限が少ない総合格闘技の試合ですらも使用禁止の技術を表現することができます。これまでプロレスは格闘技や武術とは別物だと思われていたでしょう。しかしこの動画のシリーズプロレススーパースター列伝編を見ることでプロレス、格闘技、武術に思わぬ共通点があることをご理解いただけるでしょう。次回のプロレススーパースター列伝編お楽しみにお待ちください。ブルーザーブロディのキングコングニードロップ、ブルーザーブロディのキングコングニードロップは他のレスラーのニードロップに比べプロレス技としての迫力が段違いです。その理由の一つはニードロップに入る前のジャンプ力です。ブロディは130キロ以上の体重とは思えない高いジャンプを見せています。なぜ130キロ以上の体重であれほど高く飛べるのでしょうか。その秘密は腸腰筋の使い方にあります。ブロディはジャンプの際に膝を高く抱えています。膝を高く引き上げる際に重要な筋肉が腸腰筋です。そして膝を高く引き上げることで生まれる浮上の有効性は動画投稿者の川島が提唱した相対軸理論でも紹介しています。膝からここに体重を一度乗せずにそのまま
行います。膝を抱え込みながらジャンプすることで実際に高く飛べるのはもちろんのこと、観客の目からもより高く見えます。そして最も大事なポイントは相手レスラーに大怪我をさせないことです。観客の目にはあれだけ高くジャンプしてからのニードロップを受けてしまっては相手レスラーは死んでしまうのではないかという印象を与えます。しかしブロディのニードロップは膝の内側を当てることで大怪我になるリスクを軽減しています。当たる時に足を外に開き膝の内側を当てることによって威力が膝一点に集中せず相手レスラーもブロディ自身にも大きな負担になります。ブロディのキングコングニードロップは高いジャンプに加え膝の内側を当てるようにすることで観客の目には危険な技に見せながらも相手レスラーが大怪我をするリスクを抑えたレベルの高いプロレス技に昇華しています。格闘技への応用、腸腰筋をうまく使ったジャンプと膝の内側を当てる動きは主にフルコンタクト空手の試合に生かすことができます。フルコンタクト空手で膝蹴りを行う際膝頭をまっすぐ当てる膝蹴りを行おうとすると予備動作が大きく当たりづらい、筋的に当たりやすい、などの問題があります。膝頭をまっすぐ当てようとする動きは腹筋や四頭筋、いわゆるアウターマッスルが優位に働きやすく大きな予備動作が現れてしまいます。膝頭をまっすぐ当てる膝蹴りは掴んだ状態で行うと有効ですが、掴まずに行うと使いづらいのです。しかし体軸をずらし膝の内側を当てるように行うと腸腰筋、いわゆるフィンガーマッスルが働きやすくなり予備動作が少なくなります。この時注意する点は膝の内側の軌道はあくまで直線であることです。内側を当てるからといって膝を回すような軌道にならないようにします。軌道は直線でありながら、体はスライドし、ややスライドして膝の内側が当たるように、これらを意識してこれ。武術への応用、相手を投げた直後に膝で相手を押さえるニーオンザベリーという技術があります。ニーオンザベリーは一体複数の戦いを想定した際通常の押さえ込みよりも対応がしやすい技術です。しかし下になった相手に寝技の技術があった場合そのまま引き込まれてしまうリスクがあります。よって保身の局面を想定した際ニーオンザベリーの状態から膝の寸形で致命傷を与えることが理想です。ニーオンザベリーからの膝寸形を行う際足の筋肉、つまりアウターマッスルで行おうとすると予備動作が生まれ反応されます。しかし腸腰筋をうまく使うことで予備動作を減らし強力な膝寸形が可能になります。またこの時は保身の局面であるため相手への気遣いをする必要がありません。よって膝の内側ではなく膝頭の先端を急所の脇腹に当てるようにします。プロレス技の難しさ、プロレス技は迫力がありつつも相手が大怪我になるリスクを減らさなければならない性質があります。もちろんそれは鍛えたプロレスラー同士の話であり、素人がプロレスラーの技を受けるのは大変危険です。その前提を踏まえた上で危険な技を避けるには危険な技への熟知が必要になります。ましてプロレス技は観客に危険だと思わせつつも実際は危険を減らした技を駆使しなければならない高度なことが要求されます。よって
プロレス技の難しさを理解することは格闘技や武術にも生きることがたくさんあると川島は思っています。次回のプロレススーパースター列伝編、お楽しみにお待ちください。フリッツ・フォン・エリックのアイアンクロー。フリッツ・フォン・エリックはアイアンクローの開祖として知られ、鉄の爪の異名を持ちます。アイアンクローは手のひら全体で相手の顔面をつかみ、指先で握力を使って締め上げダメージを与え、ギブアップを狙う技です。しかし本当にアイアンクローでギブアップを奪えるほどの痛みを与えることができるのかには疑問があります。よほどの超人的な握力を持ってすれば可能かもしれませんが、少々握力が強い程度ではギブアップを奪うほどの痛みを与えることはできません。つまりアイアンクローはプロレスにのみ存在する技術と言えますが、少しアレンジをすることでギブアップを奪えるほどの痛みを与え、実践技として対練効果がある技術になります。握力と指の使い方、アイアンクローを実践技に変換するためには指の使い方を覚える必要があります。まず相手の手首をつかみます。いくら強く掴んでも激痛を与えるには至りません。次に親指で強く押します。見た通り指圧になり、多少の痛みを与えるものの激痛を与えるには至りません。最後に握るのではなく指で押すのでもなく、指の形状を維持しながら手首を使い、スパナのように親指が食い込むようにします。相手に激痛を与え崩すことができました。アイアンクローの可能性、指をスパナのように使うコツをつかめたら、相手の野田にも同様の使い方をします。当然格闘技では反則技であり、保身の局面でのみ使用の機会がある技だと言えます。次にプロレスで使用するときと同様、顔にアイアンクローを行います。指に力を入れた程度では激痛を与えることはできません。次に指をスパナのように使い、親指一点に力が集中するようにします。結果、激痛を与えることができます。この技も格闘技のルール上 OK かは微妙ですが、もし OK ならば不利な体勢からの離脱や一瞬の隙を作るのに有効です。この動画で紹介した指の使い方は、動画投稿者の川島の師にあたる倉本成春先生から学びました。倉本先生から学ばなければこのような指の使い方があるとは知りませんでした。格闘技や通常の武道稽古では指を巧妙に使った技術はほとんど行いません。巧妙な指の使い方を知り練習することで、まだ見ぬ新たな技術の広がりがあることを感じました。視聴者の皆様もこの動画を機に指の使い方について注目してはいかがでしょうか。ジャイアントババの16門キックはジャイアントババの足のサイズに由来した名称です。本当は16門のサイズではありませんが、それはさておき、相手の正面から足裏で蹴るダイナミックな技である16門キックはジャイアントババの得意技として有名でした。しかし16門キックのようなダイナミックな技は格闘技で使おうという発想にはならないでしょう。確かにそのまま16門キックを真似しても格闘技では使えません。しかし直
ちょっとしたアレンジでフルコンタクト空手の組手で使える技になります。上段前蹴りのコツ、中6門キックを空手の技に言い換えるとしたら上段前蹴りになります。さて、前蹴りの際、多くの場合中足を当てるように指導されます。中足を当てる蹴り方は中段前蹴りの際は有効です。しかし上段前蹴りでは中足を当てようとするよりも足の裏全体で当てるようにした方が当たりやすいのです。中足を当てる蹴り方と足の裏を当てる蹴り方を比べます。足の裏を当てる蹴り方の方が早く足が上がることが分かります。相手を意図通りに動かす。プロレスでは相手をロープに振るとロープに跳ね返って相手が戻ってくる現象があります。当然この現象は相手の協力ありきで生じるプロレスならではの現象です。しかし実はこの現象を空手の組手の中で疑似的に発生させることができます。空手の試合は判定となった際、前進して攻撃をしている側が有利に働きます。そのためお互い前進しながら攻撃する選手が多くなります。その性質を逆手に取った戦略があります。まず接近戦で打ち合います。次に相手との打ち合いで負けたように思わせ交代します。すると高い確率で相手は追撃してきます。追撃してきたところにカウンターとなる上段前蹴りを合わせます。プロレスではロープに振ることで相手が戻ってきますが、空手の組手では打ち合いの中下がることで相手が追いかけてきます。意図通りに相手を自分の方に誘導させている点は同じです。まとめ、相手を自分の方に誘導させて放つ足裏を当てる16門キック風の上段前蹴りはとても当たりやすいので、ぜひ空手の組手でお試しください。相手の方が背が高く顔に当てることが難しい場合は中段、胸部や腹部に当てても効果的です。中段を蹴る際も16門キック風に中足を返さずに蹴ります。中足を返さずに蹴る中段前蹴りは以前公開した安田英二先生の予告前蹴りを考察、お参考にしてください。アントニオ猪木の円錐切り。円錐切りは名前の通り後頭部の円錐に当てる技です。ほとんどの格闘技では後頭部への攻撃は反則です。よって格闘技では円錐を狙おうという発想にはなりません。しかしハイキックの足が円錐に当たることに関しては反則ではありません。後頭部に蹴りが当たる蹴り方はリーターアーツのハイキックが有名です。そこでプロレスの自由な発想とリーターアーツの実例をもとにフルコンタクト空手版の円錐切りを紹介します。近距離のハイキック。ハイキックの練習をする際、前に進みながら蹴ることがあります。しかし前に進みながらのハイキックは相手に簡単に反応されてしまいます。空手の試合で
効果的なハイキックは近い間合いから蹴り、蹴った後にやや後ろに崩れる蹴り方です。正面から当てるハイキック。通常ハイキックの練習ではミットは横向きです。しかし今度はミットの向きを正面にします。サイドポジションを取りつつハイキックを蹴ることで正面から当たるハイキックになります。後ろから当てるハイキック、最後はミットを裏向きにして持ってもらいます。超接近戦を想定して近づき、裏向きにしたミットに当たるように蹴ります。この蹴り方は下突きが当たる距離から当てることが可能です。空手版円錐蹴りとしてとても効果的な蹴り方ですので、ぜひお試しください。まとめ、冒頭でも述べたように、格闘技では後頭部への攻撃は反則です。しかしプロレスでは反則の概念が格闘技とは異なります。プロレス独特の世界観で生まれた技術は、格闘技や武道を見ているだけでは得られないインスピレーションを得ることができると川島は考えています。川島優の心技体チャンネルは、心、技術、身体について川島優独自の視点で解説するチャンネルです。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。